フランス、エタンデラーズのレルゾライトドイツ、アイフェルのレルゾライト南アフリカキンバリーのザクロ石、レルゾライト。キンバーライトパイプ捕獲岩。画像の横幅1.6センチメートル。格子色はパイロープ。戦力色はクロム陶器石。暗緑色黒色は射放器石。オリーブ緑は観覧石である。レルゾライトあるいは 副奇跡観覧岩は、超塩奇性化成岩に分類される、観覧岩の一種である。50%から90%の観覧石のほかに、射方奇跡と単射奇跡を含む素粒な岩石で、副成分として、クロムスピネル、ザクロ石を含む。レルゾライトはオフィオライト複合岩体の下部、アルプス型観覧岩体、中央海嶺に伴う破断体。 アルカリ玄武岩やキンバーライトパイプ中の捕獲岩から産する。スピネルレルゾライトは玄武岩質マグマの供給源の一つである。最も浅い部分で形成されたレルゾライトは玄武岩質成分にやや枯渇するが、より深いところでは玄武岩質成分に肥沃なレルゾライトとなる。肥沃なレルゾライトの中でも浅い深度で生成したものは社長石を含み社長石。 レルゾライトとなる。より深いところでは、社長席は不安定で、スピネルに置き換わり、スピネルレルゾライトとなる。さらに深いところでは、パイロープが最も安定なアルミナショーとなる。パイロープを含むザクロ席レルゾライトは深さ3 0 0トルまで広がる上部マントルの主要な構成成分である。月の下部マントルは、レルゾライトからなると考えられている。レルゾライトは、 フランスピレネー山脈にあるアルプス型観覧岩体のレルズ山階から名付けられた。レルズ山階はスピネル祈願、ザクロ石祈願や核栓岩の相上岩体のほか、ハルツバージャイとダナイとも含み、相上岩体はマントル観覧岩の減圧余裕で生じた部分に応メルトが近くに貫入したものであると考えられている。この貫入は、 中世代の炭酸使用岩に起こっており、石灰岩とレルゾライトからなる隠れ気岩を成している。ピータ、フィンジ、クラウディオ、プラネタリージオロジー、ハープンデン、テラパブリッシング、P31、ISBN1 から90万3544から20から3、ありがとうございます。